ありがとう。あなたのおかげで迷わずに済みました。あなたが選んでくれたから、すべての私が過ごした記憶を知ることができました。ラプンツェルは肉塊を見据え、杖を構える。話したいことは山ほどあるけれど、まずはアンキさんと決着をつけなくちゃ。そして彼女は円環の物語に終焉をもたらすために最後の詠唱を開始した。無駄なことなんてありません。私はこの世界に来るまで女性のお友達ができるなんて信じていませんでした。でもたくさん仲良くしてくれる人ができました。不可能なことなんてないんです。これで終わりです。ラプンツェルの杖は光の本流を放ち、巨大な肉塊を飲み込む。肉塊は醜い腐臭を撒き散らしながら四散し、塔の下へと崩れ落ちてゆく。私たちの大大大勝利です。さあ今のうちに脱出しますよ。ドロシーに誘導され、タイムマシンに乗り込む。そこには、肉塊から救出されたキャラクターズたちの姿があった。ある者は手を叩き、またある者は、しぶしぶといった表情で勝利をたたえていた。あの肉塊に拘束されていた時、あなたの声が聞こえていました。あなたの力になりたいと心から願った。お友達になりたいと心から願った。
なたにはずいぶんお世話になりました。今度は私があなたに恩をお返しする番です。私とあなたならきっと仲良くすることができます。ずっとずっとあなたとお会いできる日を心待ちにしておりました。朝から晩までずっと仲良くしたいです。何日も何日も仲良くおしゃべりしましょう。あなたのお友達とも仲良くしたいです。ギルドのお仲間さんたちやいつもお世話になっている人を紹介してください。
げです。もちろんみんなが喧嘩になるようなことはしないですよ。大丈夫です。私だって少しは成長したのですから。あなたがシノアリスを始めてくれてよかった。あなたと出会うことができて本当によかった。私たちを絶望の物語から救い出してくれて本当にありがとう。何度再生しても同じことです。ラプンツェルは杖を振るい、飛翔する機体を拘束しようと伸ばされた触手を叩き落とす。そして彼女はタワーの下に目を向けた。そこでは切り落とされたはずの肉塊がうごめき結合し、
急速に触手を増殖させていた。ラプンツェルに続いて他の仲間も触手を振り払い続けるが、ラッチが開かない。揺れますよ。舌を噛まないように注意してください。ドロシーは触手から逃れるように機体を全速力で上昇させた。なるほどなるほど。ドロシーは何かに気づいたようにつぶやく。キャラクターズではあいつを倒せない。でもシステムの外部に存在するシノアリスユーザーならば、あるいは。義神はその言葉を遮り、絶望を突きつける。現在シノアリスシステムの通信は遮断されており、外部との連絡は取れません。あの欲望の怪物を止めることは不可能です。あとはお主らが切り開くべき。